クレマンス・ロワイエ・クレマンス・ロワイエはフランスの女性科学者である。ダーウィンの種の起源を自らの注釈をつけてフランス語に翻訳した。なんとに生まれた。父は王統派の陸軍の将校で母はハリコであった。父は1832年のレジティミストの反乱の失敗で家族と共にスイスに4年間の亡命生活をした。オルレアンに戻った後、 父は当局に出頭して無罪となった。7歳の時からクレマンスは父の声を名乗るようになった。子供時代には両親からの教育を受けることを好んだ。13歳の時にパリに移り、張り仕事に優れ、読書を楽しんだ。18歳の時に起きた1848年革命で共和派の思想に影響を受けた。父は妻子をパリに残して故郷に戻っていたが、 1850年に死去した。クレマンスは多少の遺産を得て教師の資格を得るための勉強に3年間を費やした。1854年1月に南ウェールズの施設の女学校に教師として赴任したが、翌1855年春にフランスへ戻って教師を続けた。辞伝によれば、この時期ロワイエはカトリックの哲学に疑念を抱き始めたとしている。 1856年に教師を辞め、スイスのローザンヌに移って、父の遺産からの収入で暮らし始めた。図書館から本を借り、キリスト教の起源や自然科学の事項の勉強をして過ごした。1858年に、スウェーデンの小説家、フレドリカ・ブレーメルの公開講義に啓発されて、女性たちに4回の論理学の講義を行い、成功を収めた。この時までに、 ロワイエは亡命しているフランスの自由主義者や共和主義者のグループの会合に加わるようになっていた。ローザンヌのアカデミーで政治学を教え、二つの雑誌を編集していた亡命者のパスカル・デュプラと知り合い、後に15歳年上のデュプラの愛人になった。デュプラの助手として、雑誌レヌベル・イコナミストの発行を手伝い、デュプラに励まされて執筆生活を始めた。また、デュプラに助けられて、 女性のための自然科学に関する講義を行い、講義録はローザンヌの出版社から出版された。1860年にスイスの募集が行った税に関する論文の募集に応募し2位となった。これはテイオリデール、アンポウラジーメソーシャルとして出版され、その中で社会における女性の経済的役割について論じている。 この著書によって、スイス以外でもロワイエは知られるようになった。ロワイエが種の起源を翻訳することになった経緯は明確になっていないが、フランスでの出版を望んだダーウィンが初めに選んだ。ルイーズ・ベロックはその内容が技術的すぎることから断り、次の候補、ピエール・タランディエールは出版社を見つけることができなかった。 1861年には翻訳のために、ロワイエに、種の起源の算定版を送るように依頼するダーウィンの手紙が残されている。スイスの自然科学者屋で、ジュネーブ大学の講師ルネエード・アルクラ・パレードが、生物学の専門知識のサポートすることを申し出た。ロワイエは翻訳するだけでなく、60ページに及ぶ、長文を序文と詳しい客注をつけて、種の起源を出版した。 序文でロワイエは反宗教的な立場を述べ、自然淘汰の考え方を社会の分野に適用されることに異論を述べたことによってダーウィンを困惑させた。1870年にパリの人類学協会に入会を許された。ありがとうございます。